じゃあ10秒前でエウあ、あ、あ、ュンドチュンド FEC チュンドエウイチュンドエウイチュンド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  はいということで始まりました「f e c チューンド金曜日「キンピラごぼうのキンキンピラピラお星さまラジオ」でございます本日も生放送でお送りしていきますということで、えー、キンピラごぼうをね、えー、森光と大ガでお送りしているんですけれどもちょっとあの大、ー、我の方がですね、えー、今あの宝探しに行っておりまして、えー、そこで、えー、少し遅れるということで あもうしばらく、えー、僕の方でね1人でちょっとおしゃべりしていきたいと思いますお願いしますということで、えー、こちら FEC 中キ金ピラコボのキンキンピラピラおおいさまラジオはですね、えー、ツイキャスそしてユーストリームまたサイマルラジオなどなどでも放送しております、えー、ツイキャスの方も早速コメント皆さんからこんばんはと来ておりますがありがとうございます、えー、メール ですねえー、メールテーマはあー毎週フリーとなっているんですけれどもメールアドレスの方を紹介させていただきます 797-FMGINOWAN.com まで、えー、メールの方もよろしくお願いいたしますはいということで、えー、今日がなんと キンピラごぼうのキンキンピラペラお星さまラジオ99回目の放送ということなんですけれどもえー来週がアニバーサリーっていうんですか,ですか100回目の放送となるその1個前なんですけどね1個前といえば明日僕なんかお笑い米軍基地というえ小発正道さん、まーちゃんさんの脚本演出企画のおー ライブがありましてそれの 14, 14年目、えー、になるライブがあるんですけれどもこちらの方が初日、えー、ということでこちらです、ねあのー、県内横断ということで那覇、そして宜野湾、名護で行われるんですけれども。 なんともう那覇の方はもうほぼ完売ありがたいことにした状態で明日を迎えてそしてあさって日曜日もということなんですけれどもこちらがですね非常にあのこうなんて言うんてですかねテレビでは見られないようなあの内容。 <laughs> これテレビで見られないっていうことはこうラジオでもあんまり内容を話せないってことなんですけど <laughs> どうやって告知しようかな<笑>まあお笑い米軍基地ということであの米軍基地に関するこう時事ネタであったりとかをこうお笑いにして皆さんにお届けするというような内容が主なんですけどそれ以外にもあの今年流行ったことそして話題になったニュースだったりとか。 そういいったものものお笑いに取り入れてなので何て言うんですかねこの特に何かをこう批判してるとかっていうわけではなくそのえ演出のまーちゃんさんがこう今感じてることとかをこうネタにしてあったりだとかえそういったこと。 そういいった舞台でございます <laughs> ぜひぜひ興味ある方、あのギノワンの方もまだ席空いておりまして、なんとギノワンはです、ね、1200名キャパですので、えー、まだまだたくさん人が入れますよということです。そして、名護の方も、ねえー、1000名キャパでございますので、ぜひぜひ、えー、そちらの方にもよろしくお願いします。はいということで、えーまあ、僕とタイガーのね、 えー、ちょっと経歴ではないですけど、えー、僕とタイガーは小学校6年生の頃に出会いましてでそこから中学校も同じ中学校で高校も同じで、えー、高校卒業して1年後ぐらいからあお笑い活動を本格的に事務所に入って始めたんですけれどもだから言うならばまあ幼なじみみたいな。 ところがありましてで結構お笑いのコンビって言ったらなんて言うんですか、ね、いつも一緒にいるのであのそんなになんかこうじゃれ合うではないですけどいたずらとか何、えー、て言うんですかこういわゆる友達みたいな感じのことがちょっとずつ少なくなってくることが多いんですね。 えー、まあまあ仲悪いとかではなく、まあ、いつも一緒にいて仕事もするのでっていうことなんですけどただ、あのー、僕の相方の大、あのーが僕にですねこういたずらをなんか最近ちょくちょくしてくるんですねでこのいたずらっていうのは本当にしょうもないことなんですけど僕が、あのー、スリッパこのクロックスあるじゃないですかクロックスで事務所に来たら、えー、で帰ろうとしたらね この僕のクロックスがあのガムテープでで壁に貼られてるんですよね <laughs> いや絶対大ガなんですよ他にも事務所には人いますけどこういういたずらをするのは大ガしかいないと思って「タイガこれお前やっただろ」って言ったら「ん俺やってないよ」みたいなちょっと「しながら否定すするんですよ、ね、いえこいつ絶対こいつだな」って思いながらも絶対白状しないんでまあ、犯人はつかめずみたいなことがあるんですけど。 あのー、僕なんかアザラシっていう,こう動物系アイドルユニットで活動ユニットを組んでね、えー、活動しておりまして、えー、6名のメンバーなんですけどその中でモコモコモトシっていうあちょっと太った男の子がいまして、えー、そいつにも大ガがこういたずらするんですね。 この営業一緒に行った時にあの着替えとかあるじゃないですかその着替えの,あの洋服を置いてたらその洋服を大我が <laughs> あの全部こう結んでカバンにも結んでなんか一つの輪っかみたいにするみたいないたずらやっててあまあまあ面白いなと思ってニヤニヤしながら見ててで次の営業の時にあの僕のもやられてるんですよで「え大我お前やっただろ」って言って「俺やってないよ」って言うんですよ「いやお前しかいないだろう <laughs> これはお前しかいないだろう」<laughs> でそしたら元氏もやられてて「いや元氏もやられてるさ」ってあ「元氏のは俺がやった」って言うんですよ「いや,いやだ元氏のお前がやったんだったらだから俺のもお前がやってるでしょ」って言うけど「もうやってないよ」って言うんですよねなん <laughs> だろうなと思ってでつい昨日のことなんですけどあの僕のカバンの中にあのポケットティッシュを入れてたんですけどこのポケットティッシュの中身がこう全部出されてるんですよ。 うわこれはもう絶対大ガだと思って「大我お前だろ?」って言ったらなんかあいつ前まではこうニヤニヤしてたのにあのなんか全然ニヤニヤしてないんですよ「あ俺じゃないよえ何?」みたいな「えどういうこと?」って本当にちょっと「何?」って感じだったんで「ああこれ大ガじゃないわ」と思ってでそしたら、えー、ちょっと経ってこう携帯開こうとして僕あのイヤホンを、ね、携帯に挿したままだったんですけどこのイヤホンがこう なんんていうんですかねぐるぐるぐるって携帯に巻きつける形で僕置いてたものがなんかこう微妙に交差されてちょっと結ばれてるみたいな <laughs> 一通り一筋縄ではほどけない感じになってるんですよえこれまたいたずらされてる誰だろうと思ってでイヤホンほどいてで不思議だなと思ったらこの携帯パッてこの僕あのなんていうんですか手帳型のスマートフォンケースつけてましてでそれ開いてえ電源 ピッて入れようとしたら、こう電源が切れてるんですよ。あの主電源みたいのが切られててえ、これ主電源も切られてるやしって。って言ったら元氏があ俺のも切られてましたよ。よって,っていや大河やし。<laughs> 全部大概やし。<laughs> なかなか？ あのー、いたずらするんですけど絶対白状しないというよくわからないいたずらを最近、大河にされてるんですけれども、まあ、そんな大河がね今、あの宝探しをしておりますので <laughs> CM 後には間に合うのかなはいということで、えー、それではいったん CM にいきたいと思います。ね <laughs> 自分の時点でしょっちゅういたずらされて、あの一回あのミラーを割られて、怪傷、はい、してました。友達に <laughs> ごめんカザンさん、お前の生活の話に傷をつけてしまった。<laughs> いたずらもうやりすぎはほどほどに。<laughs> <laughs> ツイキャスの方は、えー、配信中でございますがまもなく CM が開きますひでのぶ、ねはい、ですラジオ名言いますキンピラ小坊のキンキンピラピラお押しさまラジオ はいということで金曜日でございますお送りしていますのは金ピラゴボーそしてこの番組名は金ピラゴボーのキン,キンピラピラお星様ラジオでございます生放送でお送りしておりますよということでツイキャスの方たくさんコメントを来ておりますありがとうございますコータさんこんばんはこんばんはありがとうございますななさんそしてあやめさんペーターさんもこんばんはということでありがとうございますはいあ雨男レニーさんも ありがとうございますえそして、シュプリームさん、えー、5分でシャバシャワーを浴びて出て慌ててパンツを履いたからびちょびちょできちょいわ <laughs> いやいや、シュプリームさんこれあのー、履き替えればいいじゃないですか <laughs> まあまあねありますよね股の間ってしかも拭きにくいですよね。なんかこの 日本人だけらしいんですけど結構他の国ではその毛を下の毛を剃るツルツルなことが多いというかもうそれが普通逆に生えてるのはちょっと不潔みたいな感じらしいんですけど、うん、なかなか何て言うんですかね下の毛って乾き悪いですよ、ね、なんか蒸れるというかまあ地肌まあ髪の毛もそうなのかなそうだからそういう仕組みなんだろうけど。 確かにあれってツルツルの方がい,い,のかないや怖いなでもなんかブラジリアンワックスとかで、えー、皆さん知ってますなんかブラジリアンワックスっていうこう塗っなんかジェルみたいのを塗ってシールみたいのを貼ってベリベリベリって剥がすこう脱毛のやつが今流行り流行ってるのかなあー結構主流らしいんですけど、うん、あもこもこもとしさんからもコメント来ておりますね。今日僕の車をタイガさんが 蹴ってから車が結構凹んなんですけれども <laughs> 森光さんも <laughs> されたりします <laughs> 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 あこれ面白いなモトこれあの120点だなコメントで <laughs> <laughs> これ面白いな <laughs> されてないですけどね僕は <laughs> いやタイガーはねーなんかあいつ真面目な感じ出しといて実はいたずらっ子なんですよね なんかいたずらもあるんですけどやっぱちょっとひ人と違うんですよねタイガーは <laughs>。僕小学校一緒に登下校してたんですけど小6の頃毎朝タイガーが僕の家に植えてあるあのプチトマトを勝手に食べてるっていう <laughs> 衝撃的な <laughs> 下に降りたら <laughs> いや。 ななかなかね食べるならまだし、もなんか傘とかで、雨の日とか傘とかでこのプチトマトでゴルフとかしてましたからね、人んちの <laughs> 小学生なのでね、そういうことはやると思いますけど、シュプリームさん、森道くん、森道ですよ <laughs>、森道くん、はいは、い,い新 CM 出演おめでとう、そしてスタジオメゴネメガネロック集がシーヒ品ああ、なるほど。お昼にね、 えー、メガネロック王屋さん僕なんかの、えー、FEC から、えー、今年度で脱退しましたメガネロック王屋さんがあ単独ライブをやるということで告知に、えー、来ていたらしいんですけれどもメガネロック集ってちょっと <laughs> シュプリームさんがどういう匂いを想像されてるかわからないですけど僕は特にしないですね <laughs> ありがとうございますそしてあそうなんですよ僕あの新 CM 今放送されてまして えー、沖縄ホーメルさんのフランキーボーイに出ておりますフランキーボーイの CM に出ておりますので皆さんそちらの方もぜひチェックお願いします、はい、このフランキーボーイの CM 撮影中にあのなんかちょっとした偶然というかなんかあるじゃないですかレシートとかああお会計してコンビニとかでお会計してちょっと値段が、えー、500円 55円だったらちょっと嬉しいみたいななんかそう,いうのそういう感じの体験をしまして僕この家族3人の構成の役で僕がお父さん役で子供役と奥さん役がいましてっていう感じだったんですけどこの子供役の子があの僕と同じアジャに住んでましてでおなんかこれで嬉しいじゃないですかこうアジャの話で盛り上がっててそしたらメイクさんもアジャに住んでまして。 すごいあじゃでなんか今後会うことあるだろうなと思ってめっちゃ嬉しかったんですけど結局一回も会えないままで同じ町に住んでても会えないんですねあの時めっちゃ嬉しかったのになあひろきさんからあもう来ております「こんばんは動物系アイドルユニット NEWS」のメンバーです いやいや、いやいや、え、ね、ネウスって何ネウ,ネウスって何 <laughs> 違う違う違う、動物系アイドルユニットって言って、ね、え、ネウスって動物いますああ、これ、うん、動物系じゃないですか、飲酒系,あ,飲酒系あ、飲酒系か。今話題だからあーあー、はい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 。なるほどね。<laughs> びっくりした。えー、ヒロキさんは10点ですね。<laughs> あゆみさんもこんばんは、ゴーパチがめっちゃ混んでます、混んでます、こんばんはということで、ねあの、僕もゴーパチで来たんですけど、なんか検問やってたのかな、ううすごい、那覇向けのところがめちゃくちゃ混んでましたけどね、<ー>ちょっとあの混んでるときはあの、事故も多いと思いますので、お気をつけください。 今日、リスナーさんの方、ちょっと、じゃあ、中に入ってきてもらいましょうかね。とにかく、あのドア開いてるんで、多分聞こえると思うんですけど、すいませんね。あのラジオ声だけでお聞きの皆さん、あの、はい、ええ、喋ってないやし、窓開けて <laughs>、伝わらんだろ、これ。ひろきさんのツイキャスのボケぐらい伝わらんよ <laughs>。 すみません、宝探しに行ってました、金んぴらこの金城大がです、はい、え遅れで申し訳ございません、そう、ゴーパチンがすごい混んでて、混んでますたね。みさんからコメントあったでしょ、混んでて、なんかちょっとした事故があった、ちょっとしたじゃないな、あれ、まあまあな事故、よく見えなかったんだけど、交通整理してから、ちょうどね、もう本当、宜野湾越していって、えー、なんか、あの宜野湾のどうでもいい空間があるじゃないですか、道に、どうでもいいって言ったら失礼ですけど、なんか、あの、 住宅街。スターバックスとかも、ブーンって、少し。行って。してから、なんかすごい混み始めてて。はい、はい、はい。あ、こっち方面。もう全然時間前に、通、通速。こっち方面に、多分。那覇から、あの、上、北部向け。上向けに住んでる方、ちょっと渋滞に。もう今、緩和されて。はい。僕がちょうど。隣通り過ぎるぐらい、に全部一気に、パーって、交通規制が終わってるので。今はもう、スムーズになっているかと思います。なるほど。そうそう、だから、急に捕まっちゃったんで、すみません、遅れて。 はいはい大丈夫ですよはいということでえいたずらしてるやつがいるっていやお前だろじゃあこれは正直正直ひどいよなお前だあいや違う違う違うんかあれでしょ緑茶が酸っぱかったりしたでしょそうやばいそれもあったびっくりしましたよ俺が稽古終わって俺おっきいねいつもお茶持ってるんですけど2リットルのお茶持ってて飲もうとしたら酸っぱいんですよ で、その前に、ちょっと前にタイガがなんかこの事務所の冷蔵庫ガチャガチャって開けてなんかしてるのを見たので絶対タイガだわと思ったら、うん、こいつまた知らないみたいな、うん、違う違う、俺じゃない、俺じゃないな絶対タイガなんですよ <laughs> なんならこいつ、い,いたずらとかじゃなくて、俺が買ったお菓子とか食べてますかそれゃいたずらでもなんでもない <laughs> いや俺はあの、はい、コミュニケーションの一つですもんね 違うだろとりあえずあの元氏ごめんねちょっと元氏のやつ面白かったたまたまぶつかっちゃったらさちょっとちょっとだけですあ直しましたした。ちゃんと僕が板金をッ熱湯かけてからバコンって戻るらしいああそれで直しましたんで大丈夫ですよいいあのこここの1年で一番いいコメントでしたね元氏のね面白かったなコメントがよかったですね はいいととうこであとお笑い米軍基地は横断じゃなくて縦断ね横断で横だから横いいさ横断でお前横断だからお前るまし沖縄し金田町しか行けない横縦と横あれでしょ縦と横は横と縦にもなるでしょ何だろう頑張って沖縄は縦長だからいやいやいやこれは違う地球は丸いもんだってお前末端だったら糸満しか行けない <laughs> 段14が明日から9日,10日とうかと説明あったと思いますが那覇、はい、がね、えー、本当におかげさまで完売ということで,、えー、でまだ宜野湾市民会館大ホールの方と、うんえー、名護の。はい 名市民会館大ホールのチケットはまだなんと激余りしてるみたいですので激余りといってもねいやまあ激余りっていうわけでもねギノワもちょくちょく待ってきててで名護やっぱり名護で見たい人もいるらしいのでおすすめはでも名護だねああ名古だねギノワもいいけどギノワはちょっと駐車場が少ないということで交通の便が少しねか公共交通の方を利用していただくか駐車場がちょっと準備がねなんか周りが少し少ないみたいなのでね できればまあホールもすごいいいですけどはい、はい、できれば名護にねなんか家族とかで日曜日ね今回やりますので、はい、ちょっとお出かけしがてらちょっと舞台を見てみて見るのもいいのかなと思います。で、まあ、前にもお話ししましたが、えー、今回14回目ということですが、うん、例年より比較的こうコントの質的にこう見やすく。 そうですねなんかこうバラエティーポップな感じそうそうポップな感じちょっとキャッチーというかね、うん、なんかみんなに分かりやすいものをいろいろとそこからこうみんなで一緒に考えていこうねみたいな内容になってますので、はいはい、楽しみでございますね、はい、あい。あやみさんから名護来ますあよかったありがとうございますありがとうございます名護はあのー、近くにおい,おいしい沖縄そば屋さんとかもあるしねはははいはいはい、はい 名古ってなんなんだろうな名古っあだから俺なんかが名古に住んでないからっていうのもあると思うああると思うけどこう行くだけでなんかちょっと楽しくないいやテンション上がるねなんかどこに行くとかでもなくもうなんていうのこの名古の高速の道のりの橋のねそうそう橋とかのところから見えるなんか急急に森みたいになるさ急になんかこうなんか鮮明になんかこうなんていうのジオラマみたいな感じであの森が現れるじゃないですか だあのー、おすすめは高速を、うん、巨大で降りてしばらくこう海岸沿いを走って、うん、まあすぐ。 市街地に入ったブルーシールとかねあると思うんですけどその道のりの区間はずっと左側助手席に乗って窓に左肘をかけながらこうやって窓を眺める窓を眺める窓の外の景色をね眺めるっていう一番いい運転指令や一番運転指令助手席が一番好きだっけ運転も好き俺運転も好きなんですけど運転するのも本当に好きなんですけど助手席が一番好きだっけまあな確かになで これもちょっと夢の一つを叶えてしまったんですけど大人になって助手席でドライブしながら酒を飲むっていうのがあるんですけど最高ですよ夜これも元く君にお願いして元志と誰かあと人明さんだったかな明さんを後ろに乗っかって元志の元相方の足取りでゴールドリードの相方がいてその子が金に住んでると。夜中本当にね 1時、2時ぐらいに芦富君が財布を忘れてしまったとまあ免許証は携帯と一緒に携帯のカバーケースのやつで財布を忘れてしまったみたいなのをツイートに上げててで僕とあれは、らさんと二人で行ったんかなあれじゃ別だ。どっちまあいいけどそしたらさんが夜だよで次の日普通にバイトとからさんの仕事あるだろうけど届けちゃうみたいな感じになって。 2人で夜な夜なよ30超えたおっさん30後半のおっさんと20代手前の20代なりかけの僕2人で夜中かなから運転して高速も使わず下から行こうみたいなんか意味のわからないノリでえやい19歳じゃないんだからめっちゃびっくりしたなんかまあな楽しかったもう。 無理がないんだよなアキラさんとんか話してると楽しかったけど眠かったね次のバイトピザ屋のバイトがめっちゃきつかったやつさあれはいやきついよなでも芦みは喜んでましたよそれは嬉しいだろうな芦みに電話して近くとりあえず金の高速降りたところの近くのブラックにいるっていう情報うっすらしか分からなくてそこも さ何だこう住宅街入ってたら大体こうなんだろう,こう平安京の網目状みたいになってるさ <laughs> いい、はい、こう道が入ろかった細い道を行ったり来たりしながら足止めに LINE 電話してえ今なんかどこ一回外,で外出てみたいなどう今車通った近くみたいなのを450 <laughs> 本やってそれ楽しいかやったね <laughs> いやドライブかいいドライブはいいですよ、うん、ドライブが好きだ、ね なるほどね。うん、中だ、えー、コメント来てますね。はい、次イキャスこっちら箱えー、箱根山、箱ダテ山かな、箱ダテ山沖縄、うん、沖縄山さん。うん、え技能アンシ民会館駐車場内の米軍基地宜野湾ンと食べさーっていうことなんですけど。うん、なるほどね。えー、駐車場は正確にあるんですけど。うん、あれはするけどもしかしたらこう会場がねあれ千二百名ぐらい入る予定でもう少し入る、はい、で。 本当はね乗り合わせしてきてほしいんですけどそしたら大丈夫かな乗り合わせしてそんなに多くはないからえっと大体、宜野湾市民会館とまたその周辺のねちょっと使えるところも交渉して300は確保してるということなんですけれどもなので多分ね、足りないと思うので車でどうしても来たいよっていう方は少し時間に早めにっていただいて。く方がいいかな はいと思いますので皆さんご協力よろしくお願いいたしますハルベイさんから来ておりますこんにちは、えー、今日は中体連でしたとあそう、ね、あそ,っかそういう時期をね中体連でした、えー、これは口が痛かったでした <laughs> 日焼けも素晴らしいです <laughs> 独特だな文<ー>の回し方が独特だな さん女性の方ですさん女性でこんにちは今日は中大連でした口が痛かったでした日焼けも素晴らしいです独特だな口が痛かったでしたいやこれはなんとなく分かるわけよ口が痛かったでしたはんか痛かったですをちょっと何ていうの要はんかちょっと応援とかしてガーってなったから口周辺が痛かったんですよっていうことか。 でもこの日焼けも素晴らしいですってこのこれが何なのかいや要は多分いやこのもしかしたらすごい文豪かもしれないハルデンさんはこの痛かったでしたっていうこの痛かった連発で本当は日焼けも痛いヒリヒリして痛いもんさ痛いけどその痛さも。 もはや素晴らしいですよっていうことを言いたか否でしたそれ「文豪か痛い」っていう表現を2回続けるとやっぱり文字の難易度差が出てくるさ痛さっていうことそれよりかはやっぱりちょっとこの文字に深みを持たせるために日焼けも素晴らしいですって使ったんだろうっていう僕の憶測だったんですけど。 まあ、春さんからツイキャスコメント頂きまして、はいえ「日焼けはあまり痛くなかったんです」<laughs>「痛っまたほら痛くなかったんですね」ですね <laughs> <laughs> この分の回し方も独特なんだよないや、うん、春兵衛さん前からちょっと分回しが独特だちょっとだってあの、うん、山下清みたいな感じでしょ <laughs> おにぎりが食べたいんだなみたいな,、えー、な,たいな <laughs> 日焼けはあまり痛くなかったんですね <laughs> 私の日焼けは実はあまり痛くなかったんですね <laughs> っていうことでしょ多分。<laughs> いいや面白変ではないと変ですよ、いいと思います。これととってもいい思うよなんかさ、一日日記書いていいと思う、日記というか、ポエムとかね、ポエム、そうだね、ポエムというと、やっぱりちょっとなんか考えすぎちゃうかもしれないから、普通にね今回、中体連とかあった、一日の本当にたわいもないというか、どうでもいいって言ってあれですけど、本当に変わり映えしない一日をただ、 アルベイさんのフィルターを通してなんか三四行の分でまとめたら俺売れると思う。確かに面白いもん、ね、ちょっとだって面白い。俺カレンダー買いたいもんなんか。アルベイさんがそれ, <laughs> それを行うと黒色紙になりそうです。ええー？いや結構面白いと思うけどな。そしていいタイミングでザッサさんが、うん。ザッザッさん。ザッサさんって。え初めてじゃない。失礼だけど誰？ザッサさんって誰？いやごめんなさいね。どなた？ いやいやありがたいでコメントいただきました。ざっざっさって急にざっささんからバハみたいな響かのものなんかな。いやありがとうございます。ええそしていっぱいコメント来てますね。メガネロック屋さん。はいこんばんは。キャンさん今日はありがとうございました。あなんか夕方の番組に出て出てたということ。はい。なんか今いろいろとね活動されてるみたい。活動されてるということ。 この前ねちょろっとこの大家と元氏と3名でねちょいフルでご飯をを夜ちょっとやってたんですけどこの沖縄でフリーで活動されてる方がいっぱいいるじゃないですか。とすごい仲良くなったみたいなすごい仲良くなってやっぱり仕事とかもフリーだから自分で取ってきて大家も結構人脈が大きいというか顔が広いじゃないですか。 その人話を聞いてたら、はい、俺全然沖縄でそういう仕事で食っていけるなみたいな話をしててその人とも、うん、あの二人三脚でもうやっていこうかなってぐらいもうこう希望が見えると、うんうん、それで食っていけるみたいな、うんうん、もうちょっとあの東京いかんぱーしてるわけで。いい それはのよううにやっったたらいいいさて話をし気持ちが変わることもあるからね。東京に行って何年かやるのもね、確かにすべだと思いますので、みんな応援してる人は応援してると思いますので、もちろん僕たちも応援してますのでね。大丈夫ですよ、親あすごい、ザッサさん、いつも見てるにゃえ？ありがとうございます。 にゃーってかでも大家からいや内地行くわちょっと寂しいんだよねやっぱりあまあねだから俺も元氏しっかりあのんかこういたずらをするみたいなの俺でも大家がいなくなったってのもあると思うよ何かいや人ってやっぱり釣り合わない釣り合って生きてると思うわけななんんかか俺のねちょっと いつも礼儀正しいみたいないい子ちゃん言ってるのってやっぱりそのそういったいたずらみたいなところもあっての均衡が保ててるわけと思うんですよ吐き口がやっぱりちょっとあった方がいいそこを今まで親にやってたわけよ、うん、でに親の,のちょっかい大はちょっかいしなきゃかまってくれるから <laughs> ああ あ確かにね。で親はなんかあのどんなパターンのちょっかい出してどんなパターンっていうあの一パターンのちょっかい出しても同じリアクションをしてくれるから全然飽きないわけあの本よ。二の腕をねちょっとつねるみたいなそれだけでもうあの三四ヶ月はいけるわけよ。ということであ毎回ねそういうことねそういうことねはははいいい。でもやっぱり元市とかそれこそ森光とかにやるとやっぱちょっとこっち思考を凝らさないといけないわけですよなんか。 あこの気づかれないようにってことね、パターンを変えていかないといけない。そうそうそうこのひたすらを俺がやってる、俺がやってるって、それは分かってると思うけど、そのパターンだ、パターンだ惑わすためにってことそう,そう,そう。<laughs> これをすぐ俺がやってるってばれちゃうと、もう、はいはいみたいな感じで、すぐ飽きられちゃうさ、はい、結局。うんうん そうなってくると、うん、もう構ってくれる人が事務所にはいないわけですよ。<laughs> あとはほぼ先輩かあの全然可愛くない怖いしかいないからいそんなことない <laughs> でも僕はあれですよ、うん、逆に、うん、あの先輩にいたずらしますね、うん、ああの先輩わさびの、まあ、先輩っていうかまあ年下なんですけど、うん、<laughs> 年上だっちが <laughs> 翔平さんだ翔平さん、えー、わさびの翔平さんっていうね先輩おりまして翔平さんすごいこうヒゲも生やしてなんかちょっと顔もちょっとこわもてな感じじゃないですかキリッとしてはいキリッとしててなんですけどあの実は結構優しいんですよねで言葉もちょっと言葉遣いも何だばやみたいな声も太いからちょっと怖いんですけどでもあの本当は怒ってないんですよ でたたまにマジで切れてるんですよ。<laughs> たまにマジで切れてるんですけど、うん、あのそれすら面白いみたいなねそ。そうそうそう。それすらもちょっと許し、まあ次会った時には許してくれるんで。んそうそうそう面白いですね。すね <laughs> この前翔平さんがうん、うん、昨日かな昨日翔平さんが事務所に、うん、あのバンダナをつけてきてまして。はい。 でそそれれをなも腹立つけどバンダナってさ男の人はだってファッションつける方いると思うんですけどいいけどね別にそれに合った洋服とかだったらあの人本当になんか練習着みたいな寝巻きみたいなそれ洗顔するうそうそうつけてきてまして黒いバンダナなんですけどそれを僕がつけましてショイさんのとってつけててで ダンスとかねいろいろこの稽古でするので、うん、めっちゃ汗かくわけですよ汗かいて、うん、汗を翔平さんのバンダナで僕の汗を吸うじゃないですかそれ怒ってて、うん、で「なんかはい、返せよ」みたいな手やるんですけどはい、はい、もう思いっきりはたいて「はいはい、なんだばやって俺が行ってこう暴言をたくさん吐くんですけど <laughs> それでもなんか翔平さんは。 平成元年生まれどっていうわけのわからない言うよなあの人そうそうや平成元年生まれどみたいな言うよななんだあれどういう気に入ってるわけよあのフレーズがしかもそれ言ってる時んかこの頬のお肉がピクピクって動いてるんか。す何か自分のセリフに耐えられてないさ顔が 食べてほしいよな,でなんかあのジュースじゃんけんとかたまにするんですけどジュージャンしようって翔平さんに言われてあいいっすよってって負けたらその人の分も買ってあげるみたいな俺がじゃんけんで買ったどうしたらこれってどっちみたいな翔平さんが言い出してなんか勝,ち勝ちがおごるのそれともなんか男気じゃんけんで負けた方がおごるのみたいな<ー>ちょっと俺が勝ったのに怒らんぱしてるわけですよ。 なんだばと思って口論して結構おごってもらったんですけど <laughs> 次,次の時に僕がじゃんけんで負けまして、うん、ただ僕その時あの財布持っていかなかったんですよ。うん、<笑>で笑平さんに「お金貸してください」って言って翔平さんから借りたお金で日本文化ってそしたらもう笑平さんが「もういいよや!」こんな後輩に年下に100円返せって言えんだろ。<laughs> <laughs> 怒るよ怒りながらかわいいな翔平さんなもう誘った時点で俺の負けだったお前誘った時点で負けた面白いんすよおもいよな翔平さんな呼ぶか今度翔平さんあ翔平さんいいっすよ具志堅さんとかは何回か呼んだことあるんですよはいはいはい一緒にカデケンさんとか呼んだことがあるで今度わさびに出てもらいましょうかあ いいね、うん、今だから僕なんかわさびときんぴらごぼうでごぼうびっていうライブやってますので結構あの関わる機会が多くてうん、うん、いいんじゃないですかおやりましょうじゃあ来週メガネログ大家さんじゃなく大家と一緒に具志堅さんと一んでもらっていいしあまあ声かけてみましょうね、うん、じゃあちょっとここらで CM いきましょうかねはいえでは CM ですどうぞはい

いや、具志計算とかだってやばいもんな入った時、二週いくつかだったんです、うん、いやいや、待て待て三十五の大抵とかしてるでしょどうしよう、具志計算や立候上だった <laughs> <laughs> 俺、おじさんだいや、キャラダはでも、年よりでも若く見えますよ、ねうん、だから、大学生に舐められるんですよね <laughs> 夜、見回りしても高校生に舐められるんですよね <laughs> <laughs> 食め,められるん <laughs> ですかさあ、ラジオ名言いますオ FMG の番、FC チュンド、金曜日、金ピラゴボうの金ピラピラ、おおっさまラジオ、生放送でお届けしております。えー あやみさんがね、こうお笑い米軍基地ね、名古公園来ますということで、ツイキャスコメントあったんですけども、この買ったチケット紛失してしまいました。あらら。森光が噛んで、なんじゃこいですよ。探してくださいぜひね。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、そうそう、ちょっと雨が降ってきましたね。技能湾の方もあやみさんが雨降ってきました。うん。はい。 シュプリムさんが翔平さんは薬を飲んでも、使い物にならないからな。<laughs> あのね、はい。下の方がら。そうですね。チーマル、チーマル。のね <そう S 1> <laughs> 戦闘不能戦闘不能あの人はもうはいリアルでちょっとしたなんか病気みたいで病気病気というかそうそうそういわゆるなんか気持ち的なものいわゆるねいわゆるやつですね ED はいいや俺なんか笑ってないだけでね本人は本当に深刻な問題結婚もされてるからね だからそれこそこの薬をねこのちゃんと医者からもらって処方されて飲んでるらしいんですけど、うん、最近ツイッターで、うん、その薬すら効かなくなってきたみたいな話ちょん切った方がいいですね確かになはるべえさんが「はい、最近忘れ物忘れがすごく多いんじゃないかという気がします」と。 人にるんじゃない僕もすごい物忘れ多いけど何かしようと思って別の部屋に本当に10歩ぐらい歩いてあれっていうこれもよくある話ですねこんなのまたその時期とかにもよるしねんかこう心境の変化とかそういうので物忘れ多くなったりするのもありますらね全然あるなんかさ原稿を目の前で読んでるのにあの 別の読む方しちゃうみたいな。ああ、対が結構多いかもね。う。ん。はって思って、はって思って自分でびっくりするだから自分で。なんか漫才とかもこうめっちゃもう練習してこれは絶対って時に何か違う喋りとか違う。余裕がないからだと思う。自分にそれで詰め込みすぎるとなんか無理。練習しすぎるダメな人。ああ、なるほどね。なんか程よいやつだったら。 分からなかそうそうそうなんかちょっとうろうの方がなんか思い出しながらできてるのかなって思う、うん、なんかこの完璧なやつ資料があっちゃうとこれ通りにしようってなるほどこれ通りにできてないけどね <laughs> 結局 <laughs> 逆にねたまたまこの同じ会社のなんか中部支社と北部支社があってちょうど2日前に、はい、あのこの中部支社のお仕事があったっ、はいうん、うん。 チューブレポートでね、うん、中部支社に来ていますって紹介あってでその2日3日後ぐらいに北部支社であったから、うん、北部支社でやってよこう打ち合わせを女性の方としてて「うん、じゃあはい時間来ました」っつって「き、うんぴらごぼう金所と映画です今日はこっちこっちの、えー、中部支社に来ておりますっっ」はい、いや北部支社でしょみたいな感じで言ってでもまるでそれも俺が打ち合わせしてたかのごとく綺麗にできたから。 綺麗で担当の人もこれはもう大学校が打ち合わせしてそういうふうにやったんだよねみたいなこと言われてそうですとは言わなかったからちょっといやちょっと間違えてて,ってそうそうびっくりした書いてるんだよ自分ではいはいはい北部北の部って書いてるのに分かるわでもあれとかさこの原稿とかって読み仮名とかわからない時に調べて古さで,でも読めないと時うあれなんだろうな なんかこう緊張があるんだろうなこの読めるかなっていう潜在的なやつが邪魔してるんだろうなやっぱりこんな当たり前だけど練習って重要だな重要ですよ何回も読むようにしてるもう確かに確かにあれってさなんか人にもよると思うけど慣れないな慣れないあれは人に不向き不向きあるよ俺もイチさんとあんまり得意じゃないからそういうのあんななのやららいいつもだか え別ラジオでその前はコンビでやってましたけどあのこうお店を店舗紹介するみたいなイベント紹介とかのやつあるじゃないですかあれも結構この1時間ぐらいなんかこう書きはしないんですけど読みでこうこうこう,こうだなって言って読んでってやるんですけどあの結構ねそれでも間違うわけよ。 間違いますって書いてむずいなと思ってあれはね。でハルベイさんからも書いてますけど、トイレから出るとき一人のクラスメイトが入っていったんですね。えその時バイバされたので売買をお返しして普通に電気消してました。だからもう電気を消すっていうこう流れがもう一貫してるさ。はいはいはい。こうなんか法則があるでしょ。うんうんうん。なんかあのパブロフの犬みたいなわかるなんか犬にさこう餌 与えるときに、こう鈴を鳴らしたら餌がもらえるっていうのを、こう反復で覚えさせたら、で餌がもらえると思ってこうよだれが出ると、だからもう餌を準備しなくて鈴鳴らすだけでもよだれが出るみたいな、もうこの流れがもう体に染みついちゃってるわけですよ。 でやっぱハルベイさんはちゃんとした生活をしてるからトイレに入ったら自分で電気つけて終わったら自分で消すてこう日々の流れが流れていないとう無意識ではあるかもな友達がいるっていうのはイレギュラーさん友達バイバイポチって学校のトイレだったらまあまあ友達いるけどなそうよね女の子のトイレなんてましてやまあまあまあいいんじゃないですかそして雨男レニーさんから東京も雨ですと。 いいなあいやでも「東京も雨です」ってワードなんかかっこよくないかっこいいなんかそれこそ小説と締めとかでねねっそして「東京も雨です」いいじゃないこれ春るべさんと一緒にコラボレーションして何か言ってこの「雨男レイニーさん」っていうこの文字の書体とこの「東京も雨です」っていうこの書体がやっぱりいいんだよねこれこのなんていうのこの絵面もいいんだよね すごい全然別に文章詳しくないのにレイニーさんがパブロフの犬って来てますけどちょっと調べてみてください、はい、こんなの俺夜見るのが好きだっけ <laughs> それ動画とかねキャンさんとかもなんかあれんかあ,のうあれですね宇宙系の番組持ってるじゃないですか <laughs> <laughs> ア,アバウトで申し訳 <laughs> あったかい ちょううど昨日終わわりましたた、えー、そなななななんんだ出たかったなあのなるほど一旦こ夜夜見るわけですよ面白いのでブッククマークしてるわけよ <laughs> で一回インフルエンザになった時にこう寝てから横なっていく,くのも暇だから携帯でこの自分の,このネット開いて、うん。<laughs> これあるわけですよ。こうなんかあの物理の面白雑学みたいのをこう見てたらもうなんか熱も相まってから気持ち悪くなる、はい、気持ち悪くなるよな <laughs> 考えすぎてから横になってる <laughs> ううってなんかもうあの意味のわからないことをやっぱり言言ってるもんだから <laughs> <ー>常人では理解できないは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 い何でしたっけあのアインシュタインのなんか,話とか相対性理論とかに、はい、<laughs> なってて ああでもそうですね意外と追い詰められてる時の方があと熱あると結構メールもそそうそう、はい、メールが来てるってことですのです紹介しましょうかはいはいいきたいと思いますありがたいですねメールも、えー、あこちらいきましょうもしが大きい 来ておりますよ。金平子坊さん、こんばんは。こうたですと。あ、こうたさんからですね、はいはあ。一応読みましょうか。いきなりですが、今年もやります。第四回 O. N. Y. フォーティエイトグループ選抜総選挙 O. N. Y.。最終発表まで、はい、あと三週間ですよ。 えこれはどういうこれは何かなですかねこれはすいませんわかりません何かのいやこれ多分あのおそらくですけどこれは単純に小田さんって沖縄のねいろんな沖縄にお笑いいろんな事務所があるんですけどその小田さんの独断と偏見であの AKB みたいにこのなんか好きな芸人を一応なんか順番ランク付けをしてるみたいなんです小田さんの中であの この,人が一番この人が何番に今いますよみたいな<ー>そうそうそうでそのいろいろこう順位をねめっちゃ書いてるやつだよ第80位からバーッつってこいつやばいな <laughs> <laughs> とりあえず一応なんかな、はい、えこれ、はい、あメッセージねあ 全部乗っけてくれてる今暫定をね80位から1位まで乗っけてるんですけどあの紹介しません死に長いっすよすごいっすねなんかだからこれはだからこれは多分その広田さんなりにあのいろいろねなんかあのネタなりやっぱりこの関わりなりを見て広田さん独断と偏見でこのランク付けをね一応してるらしいんですけど一応今チラって探したら僕は今暫定ネクストガール 第48位から33位のメンバーの中で僕は一応43位<ー> FEC チーム E2 に入って,て <laughs> 入っております、うん、森光も探してみようかどこにいるかな上じゃないもっともう少し上かないやなんなら森光と俺のだけ教えてくれればよかったなこう 本当にすごいいっぱいあってちなみに来たる3月速報発表しましたが金ンベアゴボの速報中森光くんが56位大悟くんが43位でございます最終結果をお楽しみにおいおい浩太くんラジオの時間返せみんなのえだってあの FEC チーム F の あのめっちゃ低いよだってわさび具志堅さん79 <laughs> いやでも80位に入ってるからねあ,あそっかそっか沖縄だってもう少しいるでしょあ,あいいんじゃないですかなるほどね、うん、56位は何,何あれなのかな暫定フューチャーガールズだあ,あ暫定フューチャーガールズフューチャーガールズのああ俺もチームイーツだ,<つ>だ <laughs> よかったさすごいよかった同じチームあっ 1個上に FEC チーム F のわさび翔平さんがいるんだでもなんかちょっと楽しいねちょっと面白いいでもいいねこんなして個人でやってくれるってね1位誰かあ1位見てみよう一位あ書いてる書いてるこっちをクリックしたら多分出ると思う1位誰だろう FEC かな今沖縄沖縄吉本さんでオリジンコーポレーションさんと僕なんか FEC とあとエンターサポートさんがあるんですけども一応今暫定センター ONY48 チーム N4N4 ドサンコ室田さんあおめでとうございます55万4491票票これはえこれ浩太さんか浩太さんの独自の票票ってことああ脳内投票で5万4千票近く5万5千票近く今入ってるで一応2位が小刻みインディアンのモーリーさんで 3万9341票まあまだ大差あるでサーネさんが3位で3万7312票すごいだって小刻みインディアンって今沖縄でやっぱね笑いもんでトップクラスを抑えて2万票近く差をつけて野田さんが1位という強いじゃないですか初恋クルニオさんプロパンセンさん純選手リップさんもういい紹介しなくてよ FEC 全然いないなクルモニオさん すごい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 ですよデコボコトラベイング東大男が第9位でございますすごいねハンサムハンサム中澤健太11位だ17400円中田さんなんだえ12位中地だよああほんとだ何どんなしてこんな広く稼いでんのどのみんなねすごいなみんなルックスとかるんだはずな あー19位に一年だ慎一郎さん入ってますねちょっと面白いや,23位前夏書いてるやつ<笑><笑>すごいなちょっと面白いななるほどねすごいすごいね、うん、<laughs> すごいか <laughs> すごいですけれども、ツイキャスのほうも見ておきます、ツイキャス紹介しましょう、メールあといつやばいやばいやばい、やばい、えっとですね、こっちの矢印を押してもらって、ちょっとこれに注目しすぎたな、ええ、面白かった、こうたさん、この辺の別紙で紙でそう郵送してもらって、いいえっと、来ております、お笑い愛するナータさんから来ております、ありがとうございます、今日テンションがおかしかったお笑い愛するナータさんです、自分で言っちゃうんだね。 再放送も聞きましたが面白かったです。メール読むところが。そうどんな人読んだかななんか今日はあ、なるほど。あ、言い方がいいはいよね。今日は報告があります。私、そろそろお仕事が始まります。いいじゃない、いつからかわからないですが、ドキドキしています。たまにお痛い痛いってなったりします。なるほどね。なるなる俺なんかもな緊張するもんなんか。 めっちゃ俺腹すもん仕事の日なくなるもんな途中腹はなくならんあれ軸がないからな下半身と上半身を軸がなくなったら大変なことになるからそうないや頑張ってください頑張ってというかねお仕事なんで程よくまあちょっと嫌なこともあったりすると思いますがそれもなんかの自分ね人生の壁だと思って元気にぶち当たってくれ すげ少年ジャンプみたい少年ジャンプみたいだった今よろしくお願いいたします頑張ってくださいねありがとうございましたはいツイッケスもいっぱい来ておりますねそっか中田猫さんではないんだザッサさんうん別の別の猫仲間がはい来てるということまやさんもこんばんは若干間に合いましたとえ中田猫さんとかもギリギリに来てるじゃないですかありがたいですけどねそうもうちょっと時間ギリギリですが 僕たちのアイドルグループ動物系アイドルグループアザラシがですね今日かな情報を解禁していいということで2曲目、セカンドシングルをリリースすることになりましたありがとうございます曲のタイトルが「ハッピー一等バイ」ということなんですがこの曲を流してくださいて今日、CD 持ってきたんですけど私、忘れてました。 エンディングでも流してもらうかなと思ってたんですが <laughs> また来週2年間来週がちょうどあの100回記念というこでなんとこの歌をですね、はい、生歌をお笑い米軍基地でやるとかやらないとかあるみたいですので,、うんうん、で配信も、えー、はまた近々、はい、20日ぐらいかなになると思いますのでそれもまた近くなりましたら紹介させてください。うん、よろししくお願いいたしますということで以上きんぴらごぼうの「きんきんぴらぴらお星様ラジオ」でした。 来週も聞いてくれなきゃ、キンキンピラピラ、星に変わって、お仕置きよ。はい、ありがとうございます。はい、途中、なんか全然知らない、はい、キャラリー人来てましたね。びっくりしたな。多分お酒飲みながら歩いてて、声、ね、聞こえたから覗きに来たみたいなったからね。下からなんか、話も聞こえてました、ね。あ<ー>あ なんじゃこれなったんだろう <laughs> びっくりしましたね <laughs> あのうた、ん、さんのですね、はいうん、このテーマこのツイッターの名前がこうなんちゃらなんちゃらっていろいろありまして FEC あきのり推し浩太って書いてあきのりって芸人がいるんですあきのりさんの速報は何位なんですかって他の方がコメントしていまして、うん きのりちゃんは十五っ押してんや <laughs> 押してんあ押すことだけで順位が違うんじゃない、うん、ん順位がなんか逆にちょっと低いからこそ押したいみたいのがあるんだろうだからもしかしたらこの順位はこの浩太さんが決めてるんじゃなくて、うん、あなんかあの天文学的な,なんか紙,な、ね、紙の何かあのお付けみたいのがあってあ<ー>これはもう客観完全主観じゃなくて客観でやってるのかもしれないそうなんだ <laughs> <laughs> 主観だったら一位とか <laughs> ですよ 1>, 1位とか上位に入ってるこの2位ゆうみ、えー、さんお疲れ様でしたお笑い米軍吉千り梨央ともありがとうございますまやさんも明日からお笑い米軍吉頑張ってありがとうございますメガネロックおやつさんだ。来週楽しみにしてますあーゲストか忘れてた <laughs> すっかり忘れてた何のことかなと思った <laughs> そうねゲストねはい、えー、呼びますので そっか、もうそろそろだもんね、一緒、来週,来週かー。来週ですね。親がよければ、再来週、自分で来てください。<laughs> お母さんが会いたがっていますので、<laughs> いいですよ、来て親が来てくれるんでしたら、22日,22日、22日もじゃあ、親、来てください。親のライブ、また27ぐらいかな、日 28, です28日の木曜日にやるみたいですの、ね、で、はい、親さんの,このツイッターチェックしてみてください。 べさんが日記ツイッターでやってみようなんて思ったけど迷惑かけそうなったので友達に送っときますなるほどああいいじゃない、うんああ俺でも載せてもいいと思うけどな、うん、まあでもで,載せたでもせ今の今の子とかってやっぱりこ,う、うん、このツイッター載せてはい、はい、それのなんかこのいいねの数とかをやっぱりねこう一応気にはしちゃうさ、んうん、だからいいんじゃないでも友達に送るのは、うん、送るので。 うん、僕もなんか高校の頃友達となんかこのメールで文通ではないけどうん、うん、物語の作り合いみたいなやつやってたねこう文章があって10行ぐらい作ってそれが送られてきてそれの続きを俺が考えて送ってあっちが送ってきてみたいなのとかやってましたいいかもねいいかもねいか s u p r e e さんが「ああ小平健二さんの季節では?お」とああ そう,そうそうそうですね、うん、ちょろっと来てたみたいなのを見ましたけど、ね、インスタグラムで沖縄 <coughs> どうなんだろういや結構結構っていうかまあすごい方だから <laughs> 俺なんかと関わってるってこと自体が <laughs> 確か<に>信じられないからまああそこがでもし来るんでしたらまたちょっと <laughs> なんかちょっとどうしていいか分からないそうなんだよ <laughs> 上すぎて <laughs> ああ終わっちゃう終わっちゃう <laughs>